レオン王国、レオン王国は、イベリア半島に存在した王国、レオンアストリアス王国とも言う。イベリア半島に侵入したイスラム勢力の侵攻で、崩壊した西ゴート王国の貴族、ペラーヨが、アストリアス地方に建てたアストリアス王国が、起源になっている。711年の西ゴート王国滅亡後、イベリア半島は、イスラム教徒によって支配された。 イスラム教徒の支配下では税を支払う代わりに、西豪都式の独自の天礼を維持したキリスト教徒たちがおり、モサラベと呼ばれた。北部山岳地帯のキリスト教国アストリアス王国は、最も積極的にイスラーム諸国に対抗した。ジュアラやストリアス王国のこのような犯行は、西豪都の後継者を辞任する同王国が宗教的政治的目的から遂行しており、それが、 レコンキスタ精神に直接つながるものと考えられることが多かったが、最近はこのような見方は修正されつつある。一方で従来説の支持者は西ゴート貴族のアストリアスへの移住や国王選出方式が西ゴート式であったというような傍傷を挙げている。722年、西ゴート王国の貴族、ペラーヨはコバドンガの戦いでイスラム軍を破り、以後、 アステリアス地方がレコンキスタの拠点になる。791年に即位したアルフォンソ2世が提唱したこの時期のアステリアス王国に見られる西元時代の意識的模倣のことである。アルフォンソの宮廷、教会組織はアーヘントトレドをモデルに整備された。アルフォンソは終末論を思想的背景としつつ西元王国との連続性を主張したが、 一方で8世紀以来、モサラベ教会で主流となっていた、キリスト用施設は採用しなかった。正確に言えば、モサラベ教会の教義、つまり、トレドのエリパンドゥスが唱えた説は、キリストは神に人生を置いて、採択された子というもので、用施設ではない。アルフォンソ三世の時代になると、植民活動を活発化させ、教会堂の建設事業を積極的に行うなど、 キリスト教不教にも力を注いだ。アルフォンソ3世の征服を強調する見方があるが、アルフォンソ3世による発展は全く平和的なもので、レコンキスタという言葉が想像させる征服的なものではないという見方もある。910年、ガルシア1世は王国の首都軍事的拠点のレオンエッセンとして、レオン王国と呼ばれるようになった。 レオン・ガリシア・アストゥリアスはそれぞれ別の王をいただきつつ、レオンのガルシア一世がそれらをまとめて緩やかな連合を形成した。一方同時期のイスパニア辺境は弱小国家の集まりであり、イスラム教国に対抗することなど不可能で、アルアンダルスとは有効的あるいは従属的な関係を結んでおり、ナバラ王国もイスラム教国に対し、有効的、従属的地位にとどまり、 アラゴン伯領もレコンキスタ精神からは、ほど遠い状態にあった。一方のアルアンダルスでは、アトウマイア朝のアブドアルダフマーン三世や、ハカム二世の宮廷は、北部キリスト教国のみならず遠く、ビザンツ帝国や新生ローマ帝国からも、施設を迎え、ナバラ王国やレオン王国に遠征して、これを屈服させた。世紀に入ると、三三世の下で、 ナバラ王国が台頭した。王は巧みな婚姻政策でカスティーリャ博領、レオン王国などの周辺キリスト教国を併合し、イスパニア皇帝を自称した。サンチョは1034年にレオンを占領するとサンチョ皇帝と刻まれたコインを発行した。その後、敗下のカスティーリャ博が独立し王国となると勢力を弱めていく。1037年。 カスティーリャ王国のフェルナンド一世が、レオン王国の継承権を持つと、カスティーリャ王国に並行され、カスティーリャイコールレオン王国になる。その後、フェルナンド一世は南へ遠征し、あとウマイア朝滅亡後に、アルアンナルスに割挙した大ァ諸国を攻撃して、金による、功能、パリアを求めた。パリアの支払いはイスラム法に根拠のないものであったので、 大破諸国内部の社会不安を増大させ、これらを弱体化させる効果があった。またこれにより、カスティーリアイコールレオン王国内での家幣流通が活発となり、経済の発展にも寄与した。しかし高能金を支払わせるということは、逆にフェルナンドをして、これら大破国を保護す義務を生じさせるものでもあった。フェルナンド一世の晩年にはいくつかのアルアンダルスの都市を征服するなど、 レコンキスタ的な行動が見られたが、同じキリスト教を報ずる国々との戦争も頻繁に行われた。フェルナンドとその息子のサンチョ二世は、大破国の救援要請を受けて、これを攻めたキリスト教国と関化を交えている。そのため、晩年の軍事行動が宗教的動機を離れて行われたものか、遠征にキリスト教の保護者を辞任してのものか、解釈が分かれる。 フェルナンド一世死後、医療は分割され、カスティーリャを、長男サンチョ二世が、レオンを、次男はアルフォンソ六世が、ガリシアを三男、ガルシア二世が相続した。サンチョは、アルフォンソとガリシアを攻めたが、アルフォンソを裏切って、レオンを征服した。しかし、サンチョは1072年に暗殺され、ガルシアは、その翌年捕らえられたため、アルフォンソ六世は、 カスティーリアとガリシアの王位を継ぎ、カスティーリアイゴールレオン王国を再び統合した。11世紀にはサンティアゴデ・コンポステイラが巡礼地として知られるようになり、フランス人の巡礼者を引きつけるようになった。イベリア半島の住民はほとんど参拝せず、巡礼に参加するのは一部の上層階級の人であった。巡礼の道はフランス人の道と呼ばれていた。セヤコブは、 スペイン人にとってそれほど重要な聖人でもなかった。レオン王国は聖ド泥、カスティーリアでは聖ミリアンに任せた。国王とクリュニーは深く結びついていたが、必ずしも王権とクリュニーの利害が完全に一致していたわけではない。トレド大司教ベルナールは王が不在の時にトレドの大モスクを奪取するということを起こしたが、これに王は激怒した。アルフォンソ自身は、 二宗教の皇帝と自称したように、イスラム教徒との共存を考えており、クルニーや改革派教皇が商用する十字軍的な聖戦概念とはずれがあった。一方で改革派教皇はその主意見をイベリア半島に及ぼそうとし、コンスタンティヌスの寄進状を持ち出して、西ローマ帝国の古地は教皇に捧げられていると主張した。これはカスティーリア王国の信号と主義とは、 基本的に相入れないものであった。グレゴリウス七世がイベリア半島に主位権を主張したとき、アルフォンソはイスパニア皇帝あるいはトレ皇帝を自称して牽制した。アルフォンソはクルニーに多大な寄進をすることで教皇権に対する防壁としてクルニーを利用しようとした。アルフォンソは他方教皇やクルニーの要求していたモサラベ式典礼から ローマ式天礼への移行には応え、イスパニアの教会改革を実施した。これによって、イスパニア教会が独自の天礼を捨て、ローマへ一致する道は確定され、イスパニア教会史に一つの活気が訪れた。1090年のレオン教会会議で、西ゴーと書体の使用が禁止され、カロリング書体が義務付けられたにもかかわらず、アルフォンソは西ゴーと書体を使い続けた。娘、 ウラカが女王として王位についた。1109年にカスティーリ王国になり消滅した。1157年に分割相続でフェルナンド二世が即位し復活。1230年フェルナンド三世の時代にカスティーリと王位を再統合し、1252年に消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。